お世話になります。ひとりでございます。第4世代ダイヤモンドパールではバグで入手できる謎の場所さんアルセウスが鬼滅の刃とちょうど同じくらい有名かと思います。実はバグで入手できるアルセウスには他にもコトブキシティさんと始まりの魔さんがいるんですよね。ただこのバグは知名度が割と低く、 YouTube 上でもその他のサイトでも日本語での情報はかなり乏しく、何を隠そう私も視聴者さんのコメントで存在を知ったくらいです。でこのバグについては読み方が正しいか分かりませんが、あけあけさんという方がおそらくほぼ唯一この方だけ日本語で丁寧な解説動画を上げています。しかしこのやり方は7万3000歩というイカれた歩数で、しかも効率よく無限入手できるらしく、あけあけさんを疑うわけではありませんが、他にやってる人もほぼいないのでデマではないかと不安になりますよね。その不安で夜眠れない方も多いと思います。そんな夜眠れない方のために、今回はコトブキシティさんと始まりの間さんのアルセウス無限入手方法はデマなのか検証していきたいと思います。なおこの動画では先ほどから上げているあけあけさんという方の動画を主に参照しています。まずは検証結果がどうなろうともあけあけさんに感謝を申し上げまして、ソースを確認したい方は概要欄に載せたあけあけさんの動画をぜひチェックいただければと思います。それでは最初にいろいろ準備しましょう。まずは絶対に逃げる必要があるポイントが出てくるので、絶対に逃げられるポケモンを用意していきます。つまりこのアイテムである煙玉を持たせたポケモンや特製の逃げ足を持ったポケモンを用意しましょう。あとアルセウスは複数捕まえることができるので、捕まえたい数だけマスターボールを用意します。そして帰る手段として必ず空を飛ぶを覚えたポケモンですね、を用意しておきましょう。念のため脱出手段として穴抜けの紐を持っておくのもいいかもしれません。さらに歩数とかの関係からか、探検セットは最低一度は使って、会話のイベントは必ず済ませておきましょう。あとはポケセンの地下に行って、はい、ここで行われるこういうね、お客様こちらへどうぞという Wi-Fi のこの説明のイベントみたいのも必ずやっておきましょう。で準備が整ったらポケッチカンパニー付近にバグを起こしていきます。冒頭でも言った私が参考にさせていただいたあけあけさんという方の動画では、初めにコトブキシティのこの北のあたりでバグを起こしていますが、どうやらこの下のあたりで起こす謎の場所さんと同じバグでも問題はないようですので、そちらで私はバグを起こしていきたいと思います。具体的にはこの通信とかやってるやつらのこの左のあたりですね、このマスの下のマス、さらにこの左のマス、さらにこの下のマスですね、この3つのマスを自転車で行くというやつですね。詳細は私の別の動画で詳しく解説してますので、そちらをご覧ください。なお今回私はこのやり方でやりますが、北のあたりでやる場合は歩数の開始位置とか異なるので、北でやる場合は必ずあけあけさんという方の動画を参考にしてください。はい、じゃあやっていきましょう。これ難しいんですけどね。あ、来たか、来たんじゃねこれ。あ、来た来た、よし、上手くなった。はい、じゃあこっからは通常通り左側に行って、この木のところを行きまして、この木の2番目のとこまで行ったら図鑑を開いてすぐ閉じるですね。あ、行った行った行った。でそしたらここで下に一歩ですね。よかった、とりあえず行った。でそしたらまずはポケッチカンパニー入り口から下に一歩ですね。そしたら歩数計をリセットして左に17ですね。90と。でここで510いきましたんで歩数計リセットして、それでセーブして再起動ですね。はい、じゃあリセットしていきましょう。はい、じゃあリセットしまして、左に128ですね。1,2 と OK。 はい、じゃあここからいよいよ上に7万3000というね、めちゃめちゃ長い工程をやっていきます。ここでポケセン地下にさっき行ったのが役に立ちまして、一度も行かずに来ると途中で会話が発生するらしいので必ず行っておきましょう。私が計測したところ、最速ギアの自転車で約33秒で500歩進むので、7万3000歩は約80分かかるんですよね。なので固定したりする人はその時間よりちょっと前ぐらいにね、固定をやめるみたいな感じで目安にするといいと思います。
い、私はこのような感じで固定してやっております。この固定方法としては洗濯バサミでやっております。はじめテープでもやっていたんですが、テープだと途中で粘着力が弱まってしまって、上の方向の固定を維持できなくなってしまうので、私は大きめの洗濯バサミを使っておりまして、それが非常におすすめでございます。これだと安定してできますのでね、なので私はねこの方法でしばらくね固定しまして、まあ、大体80分ぐらいね、置いておきたいと思います。90と7万3000ようやく来ました。一応ここでリセットをしてそれで500に行くみたいですね。はい、で500にまで来ましたら、次は歩数計をリセットしないで歩数計が512になるまで上1下1を繰り返していきます。上に1個、だからこうですね。次は下に1個ですね。下に1個、これを繰り返していきます。もう1回上に1個、下に1個、上に1個、下に1個、あ今言ってないですね。下に1個で上に1個で下に1個で上に1個、今始まりのまあ来ましたね。これで最後は下に1本になるはずだと思います。でこれで下に1本 OK で、それで次はどうするかというと、メニュー画面を開いて図鑑を開いてすぐ閉じるっていう感じですかね。 OK、 いけ、どうなるかな、いってるかな、多分大丈夫だと思います。そしたら歩数計をリセットして下に251ですね。で251、オッケー、これでパルパーク。え、これ大丈夫か、え、ちょっと待って、これ歩数ずれてるかも、若干1歩。本当はこれで上に250行って、さらに1歩進むことでパルパークのアナウンスが始まるって書いてあったんですよ。ただ今251歩進んだ段階でパルパークのアナウンスが始まったので、若干ちょっと1歩ずれてるかもしれないですね。ちょっとわかんないんで、とりあえずここでパルパークのアナウンス始まったんで、もう下に2816歩行っちゃいたいと思います。7、8、 OK 来た、始まりの間来たぞ、よっしゃよっしゃ、これいったんじゃない。はい、じゃあここから最後はメニュー画面を開いてリタイアをすればいいらしい。 OK いったか、いったか、大丈夫、え大丈夫、あいったいった、よっしゃ来た、よっしゃよっしゃできた、7万3000いった、甲斐があった、よっしゃ、あーもう本当に怖かった、すげえドキドキした、マジか、来た来た、しかもこれ洞窟なんすよね。始まりの場所じゃなくて、あの謎の場所の場合はこれは、洞窟じゃなくて草むらなんですけど、これは洞窟なんですね。いやー怖えー、マジで怖かった、あーミスったかと思った。最初ちょっとね、あの途中で、一歩間違えてましたから、ちょっともう間違ったかなと思ったんですけど、なんとかいけましたね。これ普通に最初の答え捕まえちゃっていいみたいですね。マスターボールで捕まえていきましょう。オッケー、あー怖かった、本当にもうやだよ、途中間違えたかと思ったもんだって、本当によ。これよかったよ、捕まえれて。おっしゃ、アルセウス捕まえた。もういっぱい持ってるけど、とりあえず捕まえましたと。でも手が痺れてる、今緊張しすぎて、叫びすぎて。で、ここからも結構重要みたいで、ここでまずリセットしますと、歩数計を。そしたらもっと捕まえたい人はですね、28歩進んでいきましょう、上に。6、7、8と。で、これで28歩進んだら、またメニュー画面を開いてリタイア。オッケー、行ったか、大丈夫、行った、ちゃんと行った。オッケー、ドドギュン、これでコトブキシティさんが出てくるみたいですね。これでやばー、今ちゃんとコトブキシティになったし、ちゃんと2本進んだ状態であれなって、はい来ました。やばいでしょ、おいで、これこのコトブキシティさんなんですが、これとりあえずまだね、もう1個とか、始まりの間さん捕まえたい人はね、ここで逃げる必要があるみたいですね。そうしないとダメみたいです。なので私は逃げていきます、とりあえず。煙玉を使って逃げた。このために煙玉必要ってことですね。はい、これで逃げました。はい、アルセウスはどこかに消えてしまった。で、そしたら次どうするかというと、はい、ここで一応リセットしといて、下に4歩進んでいきます。下に4歩、1、2、3、4。そしたら多分これって先ほどの場所に戻ってくるっていうことなんですよね、多分。ですからここでメニュー画面開いて、またリタイアをすると。はい、それでそうするとどうなるかというと、はい、はい、また来た、よかった、ちゃんと合ってますね。
これでもう一回先ほどの始まりの間さんのアルセウスが登場とありがとうっていう感じですね。これでこいつは捕まえても OK みたいですね。こうすることで始まりの間さんのアルセウスをたくさん捕まえることができるみたいですね。なので大量にゲットしたい方は私のやり方真似てみてください。まあ、とりあえずこいつゲットしましたと。はい、それで捕まえて、まだ捕まえたい場合は次からはその場でリタイアをします。そうすると、はい、登場ありがとうっていう感じでございまして、このような感じで始まりの間さんとことぶきシティさんが交互で出てくるってわけですね。これは背景を見ればどっちがどっちかわかります。今のがことぶきシティさんですね。洞窟っぽいのが始まりの間さんですね。でこれ連続で出てはくるんですが、ゲットする際はどちらかを必ず逃がさないといけないらしいです。ですのでもう一体始まりの間さんをゲットしたかったら、ここで必ず逃げるを選択するというわけでございます。でその場でリタイアして逃げたら、次は下に4歩また行きます。この繰り返しですね。なので2、3、4と、これ戻ったらまたここで、リタイアをしていくと。また始まりの間さんのアルセウス登場と。はい、捕まえましたと。でこれでゲットしたら、次もその場で、リタイアをしていきます。これをね、ひたすら繰り返していくことができるので、好きな数だけやっていきましょう。はい、もうアルセウスにも慣れましたね。さっきまで叫んでいましたけど。でこれでこいつは逃げるという感じですね。私もうちょっと捕まえたいと思います。はい、それでまた始まりの間さんのアルセウスを捕まえましたと。でこれ終わって、私これからことぶきシティさん捕まえたいんですが、ここからどうするかというと、またね再びここはいつも通りというか、その流れの通りリタイアしていきます。一度、はい、これでここはね通常通りですね。で先ほど言った通り、始まりの間さんとことぶきシティさんはどちらかを逃がさないと捕まえれないんですね。で先ほど始まりの間さんのやつを捕まえちゃったので、逃げてない扱いになるんですね。ですのでことぶきシティさん捕まえたい場合はすぐに捕まえないで、一回まずは逃げます。ここで、そしたらまたここで、下に4歩ね進んでいくわけですね。3、4と、これ進んでいったら、ここでまたリタイアをします。でそしたらどうするかというと、どちらかを必ず逃がさなきゃいけないっつったので、こいつは次は逃げていきます。そしたらまたここで、ここはね同じループですね。またリタイア、その場でリタイアをして、はい、普通に出てきまして、もう普通に釣っちゃってるけどね。でこいつは始まりの間さんのやつさっき逃げたんで、もう普通に捕まえちゃって大丈夫っていうことですね。はい、 OK。 ことぶきシティさんゲットしましたね、これで。はい、でここまで来ましたらループのやり方は一緒です。ことぶきシティさんの方のやつが出たら、下に1、2、3、4で始まりの間に戻ってきまして、それでリタイアをして、こいつは逃げると。でそれで私はもうちょっと捕まえたいので、またことぶきシティさんとね捕まえていきたいと思います。さっき逃げたのでこいつは捕まえていいと。はい、 OK、 ありがとう。はい、こんな感じで私もうちょっとねことぶきシティさんのアルセウス捕まえていきたいと思います。よし、じゃあ最後のアルセウス捕まえましょう。よし、捕まえましたと。はい、それで好きなだけ捕まえて、やめたくなったら一番最初のリタイアをした場所に戻ります。つまり始まりの間に入る場所に戻るということですね。ここはどこでやめるかによって歩数とかも違っちゃうので、どうするかというと、一歩ずつ下に進んでいきます。これは歩数数えないで別によくて、一歩ずつ下に進んでって、それ今始まりの間に入りましたよね。こうやってずっと下に進んでいけば始まりの間から出るわけです、いつか。そしたら始まりの間に最後戻って終わりっていう感じですね。こんな感じで一歩ずつね下に進んでいきます。はい、一歩ずつ進んでって、怖いね、これ一歩ずつ進んでって、怖えぞ。 OK、 この風に謎の場所に来ましたら、ここが一番端っこってことになりますので、これ一歩戻るっていうことですね。一歩戻る、そうすると始まりの間に着くわけです。ここが、正しい場所ですね。そしたら歩数リセットして、右に288歩行きます。3、4、5、 OK、 2565、ここでリセットして、なぜかまた上にね252ということで、252でちょうどパルパークに着くはず。1、2、 OK、 来た、パルパーク来たぞ。ここでよかった、
怖い、もう手がめっちゃ震えてる、手が震えて怖いけどここでリタイアをしますと。メニュー開いてリタイア、リタイアして行ったか、行けた、おっしゃ来た、もう怖かった、マジで怖かった、手がもう震えすぎてマジで怖かったわ。おっしゃ来たぞ、見てみよっか、マジで緊張する、いやすげえ手が震えたからな、あーいたやべやばいっしょこれマジで、めちゃめちゃたくさんいるじゃん、怖っ、ガチで怖っ、14体捕まえたぞこれ、うわめちゃめちゃ怖かったわ、7万3000が本当に合ってんだね。はい、でこれで中身見てみますと、はい、冷静な性格、始まりの間で出会ったってなってますね、ちゃんと技はちゃんと謎の場所さんと一緒ですね。捕まえた場所について全部見ていきましょうか、こんな感じで、あーちゃんと性格とか違うんですねやっぱり、始まりの間、ことぶきシティになってる、ちゃんとすげえ、やっぱなってますね、めちゃめちゃすごい、ちゃんとこいつらも性格が違うということで、うわーいかついなこれマジで、すごすぎる、ことぶきシティさんも結構捕まえてまして、始まりの間さんも結構ゲットしましたと、めちゃくちゃすごい、本当にこれはマジで興奮した。はい、で冒頭でも言いましたけど、パルパークにまだ行ってない人とかはここ閉じてるので、必ずね空を飛ぶとかテレポートとか、まあそういった手段をね必ず持ってないとダメなので、そこはくれぐれもご注意ください。7万3000歩全て無駄になってしまう可能性もありますのでね、とりあえず OK ですわ。ということで検証結果、ことぶきシティさんと始まりの間さんのアルセウス無限入手方法はマジガチでした。パッと聞いた印象では7万3000歩なんてよくワザップにあるようなデマにしか聞こえませんが、本当にできるなんて驚きと感動が収まりません。歩数の多さは尋常じゃないですし、かかる時間も膨大ですが、謎の場所さんよりも細かい進路変更が少ない分意外とやりやすかったと思います。超大量にゲットしたい場合はこちらのバグの方が早くできるかもしれません。動画を参考にさせていただいたあけあけさんには改めて感謝申し上げます。ただ今回改めてアルセウスをゲットして思ったのは、俺は今何のゲームをやっているんだろう。